ここにこの世界の真実は。ユダやバールの野郎もこの先にいるに違えねえ。そう、ケルビムさんにどうしても会って真偽を確かめなきゃ。お主はルカ、あ、いや、あのリギスを追うのじゃ。あやつの行く先にお主の探すご主人様のいる可能性が高い。それにうまくすればあの女が教皇のところまで連れてってくれるぜ。私も連れて行ってください。お金を拾うことぐらいしかお役に立てないかもしれませんけど。ねえねえ、いいよね、ついて行っても。あなたをお役に立たせて差し上げるのが私の仕事です。私もご一緒させてください。ごめんなさい、デブロブス様。よし、わかった。急げ、奴らの行動が気になる。来たか、大邪神の人どもめ。ヘルビムさん、嘘ですよね。あなたが教団の一員だなんて、大天使だなんて。バール貴様、貴様だけは何としてもこの俺がその体ごと怪人に帰してやる。それともルカと一緒に合い引きの方がいいかな。お前の方こそ生きたまま椅子に縛り付けてその肉を根こそぎ削いでやる。ユダよ、まさかお主までが大天使だったとはな。あら、嫉妬だったらもっとしてもいいわよ。その鎧で復活するまではただのオカマだったくせに。そうだ、忘れてるだろうからあんたが私にしたことを思い出させてあげるわ。7月6日、お師匠様のことを教えると言って私に近づく。体が目当てか。7月7日、私の服を勝手に。黙りなさい、うるさい小娘め。これ以上貴様らのザレ言に付き合う気はない。邪神を称える罪人どもめ、その罪の重さを知り。創世紀戦争の時と同じ罠にはまるとは愚かな奴らめ。体が動かない。自分からのこのこ罠にかかりに来るとは愚かな奴らめ。この教皇庁にはメフィスト様がその昔に貼られた強力な結界が存在するのだ。貴様らまんまと引っかかったわね、ヨハネ。私は初めからあんたがあの偉大なるメフィスト様の生まれ変わりだなんて信じてなかったのよ。この結界の中で蒸発して消え失せるがいい。とうとうここまで来てしもうたんやね。どないしてん。うちが相手では本気になられへん言うの。違う、本気で戦ってへんのはうちの方やわ。なんとか言いなはれ。お前は一体何者な。
メタトロンの鎧を着ても鎧に食い殺されない。やっぱりあなたは。ルカよ、下がりなさい。せやけど、あなたの役目はもう終わりました。もう良いのです。ここまで来れるとは、さすがは大したものですね。それゆえに、また哀れだな。あなたは、私たちの子供に会いたいのでしょう。それならば、この祭壇の上にいます。さあ、今こそ勇気を持って、真実の扉を開けるのです。